まもなくこちらの話の前ではベルーナの不思議な魚の食べ方というイベントを行います。こちらのイベントは15分程度予定しております。今からトレーニングを行うベルーナは少し臆病な動物でもありますので、このイベント中ベルーナたちこちらのガラスに寄ってきてくれるんですが、お写真を撮られる際はフラッシュが光らない設定での撮影にぜひご協力よろしくお願いいたします。それでは時間になりましたので、ただいまよりベルーナの不思議な魚の食べ方を始めていきたいと思います。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。今日はちょっとね、雨も降っていてお足元の悪い中、ようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。さあ、こちらではですね、今からベルーナの不思議な魚の食べ方というイベントを行います。解説を担当しますのはベルーナの飼育係をしています森と申します。皆さん最後までごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。さあ、こちらのプールを泳いでいる動物がベルーガといいます。現在名古屋港水族館には5頭のベルーガが生活をしていますが、今回のイベントには3頭のベルーガが登場してきます。後ほど紹介しますので、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、このベルーガという動物なんですが、別名白イルカとも呼ばれていまして、体の色が白いことが特徴のクジラの仲間です。大人ですと体長が約 3.8メートル、体重はですね、今泳いでいたグレーという大人のベルーガですと800キロ近くもあります。とっても大きな体つきをしていますが、もともとは北極周辺の冷たい海で生活をしています。冷たい海で生活をするにあたって体にたっぷりと脂肪を蓄えているのもベルーガの特徴です。触ってみるととっても柔らかいですね。それではですね、早速今日頑張ってくれるベルーガをこちらに呼んでみたいと思います。最初にやってきてくれるのは名古屋港水族館生まれのベルーガ、名前をナナと言います。ナナちゃん、こんにちは。はい、こんにちはですね。はい、じゃあこっちの、こんにちは。はい、ナナ上手。今度はこっち行こうか。今度口開けてあなな、ありがとう。可愛かったですね。現在8歳なんですが、今月の25日でなんと9歳になります。メスのベルーガナナでした。さあ、続いて紹介するのは大人のベルーガグレイです。推定年齢は17歳。こちらは若いメスのベルーガです。さあ、やってきましたね。続いてこのグレイが産んだ子供のベルーガ未来もやってきます。未来、ここだよ。はい、大きさの違いよくわかりますね。じゃあみんなに挨拶しよう。こんにちは。はい、上手。胸びれも振ってね。はい、上手。2頭の色が違うの皆さんお分かりでしょうか。子供は灰色、大人は白色です。じゃあ帰るよ。はい。さあ、大人のベルーガは推定17歳のグレー紹介と紹介しましたが、子供のベルーガはオスのベルーガで名前を未来と言います。現在は3歳なんですが、来月2日で4歳になります。さあ、今日はこの3頭でこのイベントを行っていくんですが、今ガラスの前に来たベルーガを皆さん見て大きいなと感じましたか。意外に小さいなと感じましたでしょうか。先ほど大人は紹介した通りですね、体長は 3.8メートル、体重は700キロから800キロ近くもあるんですが、先ほど最後に紹介した子供のベルーガ未来もですね、もうなんと400キロもあるんですね。とっても大きい体をしています。この体型を維持するためにベルーガたちは毎日たくさんの餌を食べています。今日はですね、実際に食べている餌を持ってきましたので、皆さんに1種類ずつ紹介したいと思います。ナナちゃん、それ後だよ。ちょっとダメだ。さあ、皆さん見てないと思って気を取り直してやって、あー、ナナちゃんがまた寄ってきていますが、皆さん気にせずに行きましょうね。さあ、まず
種類目なんですが、こちらはニシンという魚です。お腹の中にカズノコが入っていることもありますね。結構大きい魚ですが、ベルーガたちは丸飲みで食べています。そして2種類目の魚、こちらはですね、少し私たちが食べるサイズより小ぶりなんですが、ホッケです。こういった魚も食べているんですね。さあ、そして3種類目の魚は面白い名前をしています。キュウリウオと言います。匂いが野菜のキュウリに似ていることから、こういった名前が付けられていますが、こういった魚も食べています。そして4種類目の魚、細長い体をしていますよね。イカナゴという魚です。皆様は稚魚で佃煮なんかでよく食べることがあると思いますが、これぐらいのサイズにまで成長する魚なんですね。この4種類の魚はベルガたち自然界でも食べています。で、最初に紹介した3種類の魚は通常泳いでいるんですが、最後に紹介したこのイカナゴという魚はですね、少し珍しい習性があります。ボードを使ってご説明します。さあ、今ベルーガたちが海の底の方を覗いていますが、このイカナゴというのはですね、このように頭だけぷくっと出して生活をするようなスタイルをしています。このようなイカナゴをベルーガたち実際自然界では食べているんですが、どうやって食べるかというのを今日は実験装置を使って皆様にご紹介したいと思います。さあ、実験装置は上から降りてきますよ。はい、手作り感満載の実験装置ですが、さあ今ゆっくりゆっくりこの実験装置が降りてきていますが、皆さんに見ていただきたいのは上の方にあるビニールの筒なんです。この筒の長さは70センチあるんですが、このビニールの筒の底に最後に紹介したイカナゴがあります。実際にはですね、生きているイカナゴを食べているベルーガたちですが、今日はですね、餌のイカナゴを使ってどのように食べるかちょっと再現してもらいたいと思います。さあ、それでは早速この不思議な食べ方を見せてくれるのは3歳の未来です。成功するときは大量に食べて帰りますが、失敗するときは1本も食べて帰りませんので、今日はドキドキしていますが、さあ、はい、未来くん、筒を噛んではいけません。さあ、そして一生懸命食べています。さあ、皆さんどうやって食べているか分かりますか？わかりました。6本ぐらい食べましたね。あ、まだ食べる気ですね。さあ、この魚が急にそこの方から舞い上がってきていましたよね。もう一度未来が頑張ります。さあ、一生懸命頭を筒の中に入れようとしていますが、魚が下の方から舞い上がってきているのお分かりでしょうか？はい、今日は大量に食べていますね。上手にできています。実は筒の底の方に思いっきり水流を当てているんですね。口から水を吹き出しているんです。すると筒の中で湧き上がるように水流が起こります。そして魚が舞い上がってくるんですね。口元まで来た魚は最後はですね、吸い込んで食べています。はい、今日は相当なやる気で装置が壊れそうですが、あ、頑張ってね。はい、未来、今日はですね、私が見た中ではもう花丸状態ですね。とっても良かったです。さあ、そしてこの種目大好きな、今度は8歳の7にもやってきてもらいたいと思いますが、皆さん最初に口をパクパクするところにご注目ください。今パクパクしてますね。わかりますね。空気が入ったので思いっきり水を吹いていたのがわかると思います。さあ、そして口元まで来た魚はシュッとね、口の中に吸い込みますので一瞬で消えてなくなります。おー、まなみちゃんさすが上手ですね。さあ、この実験中はですね、7空気を吸いに行かずに頑張っております。ベルーガたち5分ぐらいは息を止めるのがへっちゃらなんですね。さあ、奈々ちゃんは一心不乱に食べていますが、未来と違いまして上手に筒の中に顔を入れようとせず頑張っています。はい、上手に食べていますね。まあ、実際にはですね、イカナゴたち生きていますのでこんなに簡単には捕まえられないですが、砂の中に隠れているイカナゴに思いっきり水を吹きかけることで中から驚いてイカナゴが出てくるんですね。そこを狙って捕食するのではないかと言われています。さあ、奈々ちゃん頑張っております。
はい、ありがとう。いかだも登っていますが、実験はこれで終了したいと思います。さあ、ここからはですね、このいかだもを食べる際に使った口を使って、先ほど少し見えてしまったあの種目をやっていきたいと思います。ベルーナたちなんですが、水を吹くときにですね、口をすぼめています。非常に口が柔らかい動物なんですね。じゃあ口を開けてみて、口の色がちょっとくるくる揺れてるの分かりましたか？うん、違う違う、分かりましたね。さあ、その口を使ってリンクを作ってもらおうと思います。できる？頑張ってね。よし、それではグレーにバブルリンクを作ってもらいたいと思います。これ、行ってきて、右手後方の方からやってきます。すごいね、うん、出ましたね。でも、グレーもう一回やってくれる？うん、ありがとう。じゃあもう一度グレーに頑張ってもらいたいと思います。せーの、よいしょ。合図を出すと空気中で空気を吸ってくるんですね。口の中に溜めて、そしてこのように吐き出すことで空気の輪っかができます。すごい上手。あ、上手上手。自分の出す空気を吸ってリンゴを作ることもできるので、それもグレーにやってもらいましょう。いくよ。はい、わー、タイミング遅い。もう一回。はい、上手に使ってリンゴを作りました。ブルーナたちは口だけではないんです。実はですね、鼻も上手に使ってリンゴを作ることもできます。次は鼻を使ってリンゴを作ってみたいと思いますが、皆さん、ベルーナの鼻どこかご存知でしょうか？頭の上についています。さあ、だんだんやってきたね。では、このリング、エンジェルリングというリングを今から作ってもらおうと思います。せーの、よいしょ。いくよ。空気吸ってくる。いい？よし、いくよ。はい。あ、もう一回、せーの、よいしょ。はい。そして、自分の作ったリンクをくぐってくれました。いやー、すごいねー。すごい、すごい。今、頭を振っているとお腹がプルプルっと揺れていますが、ここが柔らかいのがベルーナの特徴です。奈々ちゃん、よいしょ、できたの？頑張った、頑張った。ありがとう。皆さん、いかがでしたでしょうか？ベルーナたちですね、イルカやシャチに劣らずに、もうこのように地道に頑張っております。ぜひですね、今日はベルーナたちを好きになって帰っていただきたいなと思います。それでは最後に、今日頑張ってくれたベルーナたちにやってきてもらいましょう。さあ、まずはお母さんベルーナグレー、そしてナナ、最後はですね、未来もやってきてくれるようです。よし、未来くん、のんびりしてるけど、これかな、あ、来たね。はい、じゃあみんなでバイバイしましょう。バイバーイ。喧嘩しないよ、喧嘩しない。はい、はい、以上でベルーナの不思議な魚の食べ方を終わりたいと思います。ご覧なありがとうございました。この後12時30分からはスタジアムにてイルカのパフォーマンスがございます。合わせてご覧ください。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。